ようこそ見守る子育て相談室へ。今回のご相談は小学校高学年のお子さんの学習についてテストについてのお悩みだそうです。さあ一体どんなお悩みなのか早速聞いてみましょう。時間を区切りながら科目を決めて机には向かっているのですが、なかなかテストの点数に結びつかず、どうしたらいいか悩んでます。はい、これですね、学習あとテストについてのあるあるの間違いをしちゃってるんですね、親御さんが。どういうことかというと、時間を決めて学習科目をやってるって表現されてましたよね。これはやらなきゃいけないその1週間のタスク、宿題をどうすれば終わらせられるかという観点に立って、それぞれ時間をバランスよく割り振ってるんだと思うんですね。それは終わらせていくための勉強。一方、テストで点数を取るというのは、そのテストで出題される問題の難易度と問題の数に対応した理解度であり、回答のスピードであり、正確さというものを鍛えておく必要があるわけですね。テストに備える学習というのは必要です。で、お子さんが例えば算数のテストで、目標の点数を取るには一体どれぐらいの勉強が必要なんでしょう。やり直し、覚え直しがどれぐらい必要なんでしょうか。その目標点に対応するための必要な学習というのがあるはずなんですね。で、それを考えた時、もしかしたらですよ、もしかしたら1週間の持ち時間の中の半分以上を算数で使う必要が出るかもしれない。でもテストで点取るためには必要なわけですよ。ってことは時間がなくなるから他の科目は取り切れないことも起きてきますよね。でもね、ここのところはもうメリハリです。まず得点を取るために必要な学習というのをきちんと見定めて、でそれに取り組みます。ですから1科目ずつ成績を上げていこうという作戦の方がいいと思うんですけども、そうして点の取り方が分かってきたら、徐々に必要な学習を整理して時間を効率よく使えるように変えていきます。セカンドステップとして、時間を効率よく使えるようになった1科目できたら、次の科目をターゲットにどうすれば目標点が取れるかを考えて、また必要な学習を取り組んでいきます。徐々に上達して学習時間が抑えられていくと思います。それを繰り返していってですね、徐々に4科目の学習が1週間の時間の中で程よくバランスが収まっていく。数ヶ月かかると思いますけど、そうやって点を取る方法の必要学習を行い、そしていずれそれが時間の中で割り振られていく。そうして結果的に時間を区切りながら各科目の学習ができるようになったという階段を上がっていく、そういう勉強の進め方をなさってみてほしいと思います。タスクを完了するための時間配分と、テストで点が取れるようになるための学習とは似てるようで実は違うよ、そこの観点に立たれたら、このご相談者のお悩み解消していくんじゃないでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。はい、今回もとてもね、大事なテーマのご相談だったと思います。受験勉強なんかされてる方、ご家庭には役立つ内容になったんじゃないでしょうか。本当にありがとうございました。で、この動画をご覧くださっている皆さんもですね、気になること、お子さんに関してのお悩みなどいろいろあると思います。ぜひね、遠慮なくこの下のコメント欄にそのお悩みお寄せください。順番にこちらお悩み相談室の方でお答えしていこうと思いますので、お待ちしております。はい、ということで、今回も見守る子育て相談室、ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。